そうかい。ではそいつをいただくとするか。女の格好をしていれば貴様らのようなウジ虫がすぐ飛びついてきやがる。そんなお前らでも役に立つことはある。それは俺のところへ食い物を運んでくることだ。俺か。俺の名はレイ。なんと水長剣のレイだ。もう遅い。シャオシャオ。なんと水長剣。動きは水面に浮かぶ水鳥のように優雅で華麗だが、その剣の威力は比類なき残虐非道の必殺剣である。ほう、少しは心得があるようだな。では俺が最初の男になってやろう。忘れ物だ。俺の動きを捉えることはできん。ない。おい、胸に七つの傷を持つ男を知らんか。そうか。ではお前に用はない。お前の食料は俺が始末してやる。七つの傷の男、俺はお前を殺すまで、たとえ泥をすすってでも生き延びる。胸に七つの傷を持つ男、奴を見つけ殺すまでは、たとえ泥をすすってでも俺は生き延びる。飛んだご挨拶だな。なんと水長剣。お前がボスか。行ってみろ。おお、なかなかいい村だ。用心棒の口があると聞いてきた。今のはお前の女か。もし貴様の女だったら、他人に取られんようにすることだな。俺の名は悪い。覚えとくがいい。またな。人呼ばよ。呼ぶがいい。死ぬだけだ。美しい。盗賊たちに渡すには惜しい。俺の名はレイ。お前の名は。もう動きやがった。はい。はい。気が変わった。ん？これは。もしやこれは。南都政権と唯一匹敵する、一子相伝によってのみ伝えられるという伝説の剣法。貴様、北斗神拳を。ふん。奴らとお前とでは勝負は見えている。俺は強い方に寝返っただけだ。俺は生きねばならん。胸に七つの傷を持つ男を殺すまでは、俺のたった一つの目的だ。そのために人を恨み、人を殺し、今日まで生き延びてきたのだ。さっき、一人で村の外へ出て行った。だいぶ前だ。無駄だ。今言ったところで、奴らは子を殺してマシンで逃げている。弱い人間から先に死んでいく世の中、女の言ってることももっともだ。仲間一人殺されても顔色一つ変えん。あの冷静さは変える。お前らはいいリーダーを持ったな。貴様らごとき、南都政権の前にはゴミくず同然。わめいてないでさっさとかかってこい。雑魚が千匹かかってこようと俺は倒せん。俺を助けるつもりなら手出しは無用だ。おそらくお前と同じ理由だろうぜ。お互い、女の涙には弱いと見えるな。そんなに早く死にたいか。これが狼の遠吠えか。残っているのはお前一人だ。お前の親父ならさぞかし悪党だろうな。さすがだな、北斗の男。これは妹の愛理が結婚式につけるはずのものだった。あれは愛理の結婚式の前の晩、俺の留守に村を襲った盗賊たちは両親を殺し、
やっと幸せをつかもうとしたアイリを連れ去った俺はその男の顔を知らん。親父が息を引き取る前に胸に七つの傷の男とだけ。もはやアイリは殺されたかもしれん。だが俺にはそうは思えない。俺には見える、アイリの泣き顔が。俺を呼ぶアイリの声が今も聞こえるんだ。俺は必ず七つの傷の男を見つけ出す、そして殺すお前が戦うことはない。お前は女だ。女でなければ胸を隠す必要などない。いいか、女は自分の幸せだけ考えていればいいのだ。女は戦闘服よりこれがよく似合う。アイリがつけるはずだったケープだ。いつの日かお前にも純白のケープを送ろう。うん？お前の妹か。そうだ。ケン、お前も。死ぬぞ。行き止まりだ。ここを登るしかないようだな。やはり女には無理なようだな。手を貸そう。どうした？もうかくれんぼは終わりか？貴様がかくれんぼの鬼か？お前の胸に七つの傷はあるか？お前の胸に七つの傷があるかと聞いているんだ。お前のような腰抜けが七つの傷の男のはずはないな。死ねえ！またしても七つの傷の男ではなかったか。愛し。悪い冗談だ。俺は悪党どもの中を生き抜いてきた男。目を見ればそいつがどんな男かわかるつもりだ。騎馬一族だろう。すべて奴らの仕業だ。あ、うん、もう奴らのテリトリーだろう。用心しないとな。火山分裂圏、猛烈なスピードで動き一瞬止まる。そうすれば目の錯覚で体が分かれて見える。はい、これは夢か。夢なら覚めないでくれ。アイリー、俺だ、探したんだぞ。アイリー、生きていたのか。アイリー、落ち着けない。離せ。アイリー、俺だ。アイリー、アイリー、俺がわからんのか。離せ！離さないと貴様を殺すぞ！離せ！アイリー、これを見ろ！思い出せ！あの結婚式の時、お前に送ったケープだ！そうだ！アイリー、俺だ！何？なんという。アイリー！アイリー！んだ貴様は、邪魔をするな。アイリー、アイリー、アイリー、貴様、やめろ、やめろ。待て、頼む。今はマミヤにかけるしかない。もしマミヤがアイリを救うことができたら、俺の一生をマミヤに捧げる。やめろ、やめてくれ。頼む、やめてくれ。アイリにだけは。待ってくれ、何でも言うことを聞く。アイリだけは殺さんでくれ。何？行くぞ、ケン！行くぞ！シャオ！シャオ！シャオ！覚悟！シャオ！シャオ！
なぜ構えん、なぜ戦おうとせん。何、なぜ今さらそんなこと。お前といるとふと昔を思い出す。お前はなぜか平和な時代の懐かしい匂いがする。だがお前を倒さねばならん。行くぞ。シャオーン。なぜだ、なぜ戦おうとせん。仮にも南都政権を極めたこの俺に無防備の男を殺せというのか。やはり貴様が死ぬしかない。行くぞ。アイその構えは北斗神拳の秘伝聖極林。ふー、なんと小波竜。ひょーひょーしちゃん。やはり相打ちか。敵を欺き活路を開くのも我らが憲法の奥義。聖極林の構えは互いの飛行を突き仮死状態になることの合図だったのだ。あいー、くそ、待てい。しょーしょー、悪党ども、俺が相手をしてやる。しょー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 。マミヤ、ありがとう。アイリ兄さん、貴様らはこの俺が生かしておかん。直せるのか本当に。これで俺たちの仕事も終わったというわけだ。アイリとどこか静かなところで暮らすさ。どうやらまた一つ大きな借りができちまったな。ん、何これは、アイリー。あ、アイリー、お前、アイリー。ケン、たとえお前がアイリーを連れ去った本人だと言っても、俺は信じない。それぐらい俺にはわかる。アイリー、お前を連れ去った胸に七つの傷の男の顔は覚えているか。やはり、心当たりがあるのか。